日本重建兵藤です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、選んじゃいけない精神ナンパー3選ということで、ね、ありますね。選んではいけない精神ナンパーは、まあ、精神ナンパーというものが何なのかとか、耐震と精神という言葉、あと免震というのを聞いたことがある方がいるんですけど、はいはい、地震に対してお家を強く作るというのが、まあ、耐震という考え方ですね、うん、揺れに耐える、はい、揺れに耐える耐震ですね、うんうん、精神というのは地震で揺れてしまうお家のこの揺れを吸収していくというのが精神という考え方です、はいはい、免震というのは地面と建物の間に緩衝材を入れて地震でお家を揺れなくするというのが、まあ、免震という考え方。免震はやっぱり一般住宅で使ったところがあるんですけど、熊本地震で実は免震装置から落ちちゃったっていう被害報告があるんですね。例えば病院の3次元免震とかっていうのはやっぱり効果あるんですけども、一般住宅で免震をつけていこうと思うと費用が高い割に効果としてはやっぱりあまり望めないかなっていうのは今までの建築を見ると結構よくわかります。というのが、まあ、耐震、精神、免震の簡単なご説明でございました、はいはい、結論、いろんな精神ダンパーはあるが、精神ダンパーはつけた方がいい、はい、絶対つけてください、絶対つけてください、はい、選んじゃいけない精神ダンパー3選、はい、いきましょう。よくこうお客様から相談があるときに、 A 社さんも精神ダンパーついてて B 社さんも精神ダンパーついてます、うん、っていうふうにこう言われるんですけども、はいはいはい、全然別と考えていただいた方がいい。例えて言うと、フットサルとサッカーぐらい、はい、フットサルとラグビーぐらい違うと。全然違うでももう求められるスペックとかやってることはやっぱりこれ僕から見るとこれぐらい全然違いますので、いろんな精神ダンパーを調べて実験の映像とか見たんですけれども、はい、ちゃんと実験をしている精神ダンパーの会社さんそんなに多くないんですよ。これは選ばない方がいいかなという精神ダンパーのワースト3をちょっと発表していこうかなと思います。このワースト3を選んじゃうと皆さんの期待に応えられなかったり、はい、地震の種類によっては効果発揮しなかったり、はい、家が傷んじゃったり、はい、お金が無駄になったりということになるわけですよね。じゃあもう早速ワースト3位からいきましょう、はい、第3位オイルダンパー。必ずオイルダンパーが全部ダメというわけではないんですけれども、なるべくなら僕はおすすめしたいということで第3位。オイルダンパーというのは問題があってですね、うん、注射器のピストンがあると思うんですけど、一気にギュッと押し込めるとバンと反動が来る体験あるじゃないか。あの竹の水鉄砲、ね、そうですそうです。オイルダンパーもまさにこれで、割とこう速い動きの地震についてオイルダンパーは性能を発揮しにくいというふうに今言われているんですね。オイルダンパーって結構効きますよね。僕めちゃくちゃ聞くんですよそれ、はい、多分見てる皆さんも勧められているやつですよね、はい、これあくまでも兵藤さん一個人の考え方でございますから、はい、鵜呑みにするのもしないのもあなた次第でございますから、はい、とはいえちょっとまあこの写真、はい、よく見ます私は。これちょっと反対派、はい、まあ、なるべくだったらオイルダンパーよりもゴムダンパーをお勧めしたいなと、うん、でも、はい、オイルダンパーのよく見るやつも絶対ダメっていうわけではないので3位です。どういう揺れに対しては強いんですか逆に。弱いと言われるのが速度が速い地震、小さい地震、すごく軽微な地震っていうのはあんまり効果を発揮しにくい。あ、じゃあ大きな揺れ、実はその大きな揺れもあんまり得意じゃないです。なんで何が得意なんですか、はい、じゃあオイルダンパーのいいところは設置しやすいっていうところですね、はい、どんな地震にオイルダンパーは普通の地震ですね。普通の、はい、なんか3とか4とか。あ、そうですそうです。2、3とか。あまりこう大規模でない地震っていう時にはやっぱり効果がある。でもこの2、3の地震は結構多いですもんね、はい、いやそうですね、うんうん、だから3位って感じですよね。そうですそうです、うん、あれオイル漏れってよくなんか心配になる、はい、実際はどうなんですか。日本免震協会さんっていうところが、はいはい、5年から10年の目視の点検がやっぱ望ましいっていうふうに発表されているんですね、ガイドラインを、うん、壁の中に入ってしまうと、まあ、目視をするというのは難しいので、なのでそうするとやっぱりこの小さな地震に対しても、はい、大きな地震に対しても効果が薄くなってしまうと言われているので、オイル漏れの目視の点検というところと、うんうん、解決しないといけない課題が多いというのがやっぱりオイルダンパーの欠点かなと私は思います、うん、オイル漏れということを気にしないといけないよね、はい、というのが、まあ、第3位の理由の一つでもあるということですね。わ、はい、かりました。第2位、柱につくダンパー。理由はこの柱と柱につく精神ダンパーですね、うん、っていうのはやっぱりおすすめしにくいと思うんですけど、タイプは2つあって、端と端が柱にくっついてるものとか、うんうん、土台と柱この間についていたり、うん、梁と柱のこの間につく頬杖型のダンパーというのも私はおすすめしないかなというふうに思います、うん、理由は日経ホームビルダーという
業界誌で効かない精神ダンパーを選ぶなという特集があったんですけど、あ、今回と同じような、はい、そこで頬杖型の精神ダンパーの欠点だとかが紹介されてました。柱につく精神ダンパーというのは、柱というのはもともと構造力学上上からの荷重を支えるということで柱がついていますので、この柱に対して横からの荷重を加えるということが基本的にはやってはいけないことなんです。なるほど、柱本来 の、 そのスペックの中に横からの力というのはない、はいはい、柱につく精神ダンパーも難しいですし、大きな地震の揺れを吸収しようと思うと精神ダンパーを硬くする必要があるんですね、うん、土台や柱につく頬杖型のダンパーというのは、うん、逆に土台とか柱を壊してしまう可能性があると言われています、はい、壊れないように精神ダンパーを柔らかく作っていくと、そもそも地震に対しての効き目がないという状態があるので、柱が壊れちゃう、土台が壊れちゃったらどういう原理で壊れちゃうんですか、はい、これは地震でギュッと柱が倒れてきた時に、うん、この精神ダンパーが硬いのでこの柱をこういうふうに折ってしまう、壊してしまう、逆にこっちに倒れた時は土台をこう持ち上げてしまうというような欠点がありますので、これはやっぱりおすすめしにくいかなというふうに柱につくという意味がよくわかりました。そもそも横の力に対して考えてないと、はい、ということですね、はいはい、ということで栄光の第1位でしょうか、はい、残念ながら第1位は摩擦ダンパー、はい、摩擦ダンパーというのがおそらくこう大臣認定を受けていると言われる摩擦ダンパーが非常に多いんじゃないかなと私は思っているんですけども、じゃあその今見てる皆さんは住宅会社を比較するときにこの摩擦ダンパーっていうのは目にしたり耳にしたりする人はいるんじゃないかと、はい、僕聞いたことないですよ。あ、そうなんです、結構有名なんですか。それは結構使ってる会社さんあるかなと思います。精神ダンパー使ってる会社が10社集まったとしたらこの摩擦ダンパーどれくらいいますか、はい、摩擦ダンパーは 2,3 社あるんじゃないかなと思います。じゃあちょいちょいいるって感じですね、はい、でもね、うん、ちょっとやっぱりマイナーっちゃマイナーです、うん、なるほど、はい、でも1位だと1位です。なぜですか。摩擦ダンパーをつけてる会社さんって摩擦ダンパーの説明でうちの精神ダンパーは大臣認定を受けているんですって説明されるんですね。大臣って他社、はい、それは信用しますよ私たち。そうなんです。精神ダンパーの性能で大臣認定を受けているのではなくて筋交い1本としてカウントしていいですよという大臣認定の場合がほとんどなんですね。皆さん筋交いって分かりますか、はいはい、斜めの筋交いというのは、うん、お家を支える壁としてカウントできますので、うんうん、この筋交いが何本入っているかということでお家の壁の量とかを計算するんですけれども、うんうん、精神ダンパーをこの筋交い1本としてカウントしてもいいですよというのにはやっぱり大臣認定が必要なんですね。大臣認定を受けているからといって精神ダンパーの性能が優れている認定ではないんです。車でいうと、はい、車検って国土交通省が許可しますよね、はい、車検取ったからといって安全性能が高い車じゃないと。あ、そうです。国土交通省が認定した安全な車ですよ、はい、みたいな言い方に近いと、はい、そうですそうです、はい、なので精神ダンパーの性能を評価されてるわけではない。説明する人が悪いっていう問題ですけど、でも皆さんちょっと勘違いしないでほしいってことですよね、はいはい、大地震が来た時に筋交いが動き始めるっていうこと自体が精神ダンパーとしてはそもそも私はナンセンスだと思ってますけど、ね、筋交いはどこについてるんですか、はい、筋交いは土台と柱についていることが多いです。なので柱についている摩擦ダンパーで大臣認定を受けてますよって言われたらその会社さんはちょっとアウトかもしれません。土台についている摩擦ダンパーもあると、はい、私が知っている摩擦ダンパーは全てこう柱と柱についていることが多いので、うん、やっぱりこれは摩擦ダンパーの形もやっぱりちょっとアウトなものが多いかなというふうに思います。なるほど。摩擦ダンパーって、うん、鉄と鉄をボルトでギューッと締めて、うん、この鉄板の摩擦によって地震の揺れを止めていきますということなので何回も地震が来るとやっぱりこう鉄が削れてしまったりだとか、うん、ボルトが緩んでしまったり、うん、何回か来る地震に対して効果を発揮しづらいということも問題視されているんですね、うん、やっぱり筋交いとして認定されているのに、まあ、精神ダンパーとしての役割を持ってしまっていることと、うん、何回か来る地震に対して効果性能を発揮しづらいというところで一番選ぶべきじゃない精神ダンパーかなと思ってます。なるほど。今回3種類言っていただいたんですけど、はい、精神ダンパーって全部で大体でいいんですけど、はい、何種類ぐらいあるんですか。おそらくですけど私が見た中でいくと 2,30 種類ぐらいあると思います、はい、商品が 2,30 ぐらいあると思います。あ、なるほど、はい、ということで、はい、簡単にですよ、じゃあ何がいいんですかと、はい、そんなに言うなら、はい、結論何がいいんですか。結論未来です。未来へというこちらの精神ダンパー、はい、これは何式っていうんですか。これはゴムダンパーなんですけども、うん、ゴムダンパーも実は欠点があるんですね。ゴムダンパーっていうのは温度が暖かい時に
地震が起こった時と寒い時に地震が起こった時で、違いそうですね、ゴムの硬さが違うから温度の依存を受けやすいと言われているんですけど、このミライエはちょっと特殊なゴムの素材で、うん、温度の依存を受けにくいゴムダンパーになっているんですね。ミライエって1軒でいくらぐらいするんですか？はい、1軒で35坪ぐらいのうちだと、うん、大体4基で40万円くらいかなと。4基、はいはい、ちょっと大きなっていうお家で6基ぐらい必要になってくるので、そこで大体60万円ぐらいかなと。じゃあ間だと50万だと考えましょうか。はい、でこの50万って皆さん、建物2500万とか3000万から50万って考えたらまあそんな大きくないじゃないですか。このミライエってなんとこの50万、うん、日本住建って標準です。標準ってことは業界平均でいくとそんなびっくりするほど多くないんですよね。そうですね、真面目にお家を作ると利益はそんなに取れないですね、うん、あ、そうなんですね、はい、ミライエの話をね、はい、また次回していただきますけれども、なんでこれお金もらったらいいじゃないですか。単純にそういうわけではいかないですね。安心安全なお家というのは日本住建ではオプションではありませんね。なるほど。今回の選んじゃいけない精神ダンパーワースト3、オプションでお金もらってる住宅会社ありますよね。あ、そうですね。これは会社の姿勢ですよ皆さん。本当にそうって思いますね。自分の会社ですけどそうって思いますか。後から、はい、精神ダンパーこれあんまり良くないよねって話を聞いた時に、心良くないじゃないですかお客様って。大体の他の会社だったらオプションでね、うん、はい、30万40万50万60万つけるわけで、はい、嫌です、そんな後悔したくないです。しかも交換できないですよねあれ。あ、そうなんです。家が完成しまうと、うん、精神ダンパー取り替えますっていうのはできない話ですので、うん、ということで、はい、じゃあ次回なぜこの精神ダンパー未来へがいいのか語っていただきましょうか、はい、ということで皆さん次週またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。